今度は確かに元気でとんでもないやつが。あれやない。ここにや人影やない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。もう夕方もう早速どうやらシロが迎えに来てくれたようです。あれよね、そろそろ一回新聞記者じゃないわ新聞社にも行きたいよね。なんかしばらく行ってない気がする。だいぶ契約者数も増えるんじゃないんかな。どうやろ、めっちゃ溜まっとるけど記事。いただきます。いただきます。いただきます。ひろしたち側に全然お刺身がないけど、今日は恐竜バトルの大会があったんだ。しんのすけが優勝です。正義は必ず勝つ。正義なのか、カンタムロボが正義なんじゃないか。えらいぞしんのすけ。でもカンタムロボは正義じゃないんかな。わからん。アクション仮面とカンタムロボは同じ作品出てくるのか。戦い秘密基地終了。一応なんかちょっとずつちょっとずつサブストーリーがクリアしていきよるっぽいけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。しんのすけはひろしとみさえに聞いてみた。お、何をだ。悪の博士はいい人、それとも悪い人。悪い人。悪い人やと本人は思ってそうやけど、いろいろと抜けたところがあるけんな。恐竜用のと言っても大きな害は出てないし、良い人でも悪い人でもないかな。どちらかというと面白い人。そう、そこになってしまっとんよね、きっと。なんじゃないの？そうね。うん、そうだね。満場一致で面白い人や。いや、よきよき。いい風呂。今日の疲れがいっぺんに吹き飛ぶぜ。いいっすね。私も最近ちゃんと湯船に浸かりよるよ。吹き飛ぶぞ。しんのすけの場合何が吹き飛ぶんだ。なんだそれは。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。こえーこえー。そのパターンのやつね。ヒマがなんだかご機嫌だわ。今夜もぐっすり眠ってくれそう。いいことだ。てかその絵本がどうのこうのって前言おったのどうなったんやろね。今更ながら。ここって本当に気持ちいいよね。星空も見えるし、縁側最高。あれ、春日部よりも星が増えてるぞ。まあ田舎の方が星は見やすいというから。あのなんかさ、この、夏の思い出。これがさ、なんかサブストーリーっぽいやつみたいなんやけど、なんか進行中のめちゃくちゃあるんよね。なかなか開かんけんさ、ちょっと開いてびっくりしたんやけど、なんなんやろって思いよる。まあ、ようこそ日の山食堂へはクリアしたとして、夜風のように届く声ってなんなんやろ。よしことラブラブシンドローム。これも進行中らしいよ、なんか。目指せ一流新聞記者も進行中で、古代女王ヒヒコの秘密。店長になったしんのすけ。オラは恋のスクープハンター。悪の博士の悪なき野望。姉妹。姉妹の話もなんかあるんか。しんのすけ忍者を救う。何をどう進行中なんやろ、よくわからんな。で、解放されてないのもなんか3つあるんよね。気になる。ヒントってあったけど、まだ見たくないなぁと思っているんだ。じゃあとりあえず、お、頭ちゃんかい？どうも。今出前を頼みたいんだけど、ゆいちゃんに伝えてくれるかい？ああ、いいけど。じゃあラーメンの出前お願いします。しんのすけ、ありがとう。出前ってビリビリーだっけ？バリバリーだっけ？惜しい。どちらも違うよ。それは惜しくない。正解はデリバリー。さて、ここで質問です。頭ちゃんの首が長いのはどんな理由だと思う？キリンと同じ、六六尾と同じ、多分気のせい。キリンは高いところの食べ物を食べるためやったっけ？六六尾と同じ。多分気のせい。
そうなんだ、意外だね。お姉さんももっと首が長いかっこいい体型に生まれたかったな。本当にそれでいいんじゃないか。ねえ、そんなに首長くなくても。これは伝えるべきなんすかね。あ、でももう時間が、でもわがままな、あ、こっちに来てしまった。いや、もう時間が親切な、ダメだわ、寝る時間だわ。しんのすけはそろそろ、ごめんね、眠くなってきたようです。ごめんね、サブローさん、寝るわ。お、絵日記。秘密基地で秘密の大会があるらしい。お、アソスタジアムっていうのあれ。目標達成、恐竜バトル、わがまま恐竜ダブル級で3回勝ったよ。かっこいい。恐竜バトル大会に初参加。はてさてうまくできるかな。恐竜バトル大会で準優勝にしてはすげえ落ち込んだ感じ。もう少しで優勝だったのに、その後ちゃんと優勝したけん。嬉しいな、恐竜バトル大会で優勝したよ。最後まで頑張った。悪の博士は面白い人に決定。面白い人1位。博士に言ったら怒るかな。まあ、きっと本人は怒るでしょうね。いや、今日も盛りだくさんじゃない？絶対記事にしてもらえるよ。うんうん。おやすみ、しんのすけ。おやすみ。日の山食堂ののが微妙にかすれとるのが気になる。めっちゃ気になる。今日から朝の体操に、うちの二人の子供たち。やっと、なんでそんな満を持してみたいな感じなん。加わるようですよ。なんか人数が多くなってきたけん、ちょっと羨ましくなってきたかな。来た来た。ほら、両親はもうとっくに参加しとったよ。さっさと出てこんと。ね、周りの子たちも。でもまだあれをね、二郎さんはやってきてないよね。あ、てかあれか、二郎さんは夜型なんかな。夜、お店開けとるし。あ、でも、もっとちゃんもさ、夜店におるけど、ちゃんとここには出てきとるよ。早起き。ことは今後二郎さんもありそうじゃない？では、いただきます。いただきます。いただきます。さてと、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんだ？なんか走ってったけど、どっか。悪の博士、話の続きをしに来たのじゃ。そろそろみんなに我が輩の恐ろしさが伝わった頃であろう。いや、面白い人認定されてましたけど。ふっふっふ。みんな博士は悪い人じゃなくて面白い人だって言ってるぞ。しんのすけが昨日の晩御飯の出来事を伝えると博士は急に怒り出す。まあそうでしょうね、本人的には。なんだと？なぜみんな我が輩をもっと怖がってくれないのだ。悲しい。そして寂しい。寂しいのか。じゃあもっと凶暴な、元気で恐ろしい恐竜を呼ぶことにする。え、さらに増えるん。元気で面白い恐竜？ほい、そんなことできる？ふふふ、我が輩の力をもってすれば。どうすればいいのか全然わからない。てか面白い恐竜とか言ってなくね。そこ突っ込まないんすか。研究所に来た。博士のタイムマシンはノートパソコンを改造したものでした。まあ見た目的にもそういう感じ。何何、呼ぶの？またしても呼んじゃうんすか。博士は新之助に古代のタイムマシンの使い方を教えた。呼ぶ人が変わればいけるんじゃないかと、そういうこと。ふわふわパウパウトワトワチリチリ。ラギオを抜いて心に浮かべて。ラギオあった？タレルイレル。あー、今からね。なるほど。ロンリカコヨラレやってこらい。おっとっとっと。意味のない言葉にしかならないような気がする。危ないじゃないか。あれ、出てこないぞ。合ってないからじゃないか。最後のボタンに触らなければ、このマシンは動き出さない。なるほど。どのボタン？このボタン、あ、押しちゃった。アホやん。
か邪悪な感じ。思惑が空中に可視化されタイムマシンに飛び込んでいく。今度こそなんかやばいやつ出てくるんじゃない？これ一瞬の出来事ですぞ。いつもそんなセリフも言いよったっけ。あー来た来たよ。なんか凶暴そうなん来たよ。今度は確かに元気でとんでもないやつが、あれやない、ここにやってきたんです。人影やない。尻尾もええよんやけど。人影凶悪版みたいな。確かに今回はみんななんかちょっと、いやなんかそこ笑い声、笑い声、笑うなよ、笑ってんのか、誰だ。誰だ。割れる窓ガラス、伸びていくラーメン。そこは多分何も関係ない。あ、ラーメンほっぽって逃げたっけってことか。博士が思っていた以上に元気で、そして恐ろしい恐竜なのでした。でも博士的には万々歳どうなん。まあでも自分にも従わんかったら意味ないよね。ふふふ、これでしんのすけは今回のことを記事にすれば我が輩の才能が世界中に知れ渡ることになるだろう。我が輩はこの地球を征服する。そして世界中の遊園地の年間パスを手に入れて遊び放題。何その夢。いや確かにでかい夢かもしれんけども、その手始めとしてなんか可愛いな。まずはこの街を征服する。急激に平和そうな感じになったけれど、ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねってことで、なんか邪悪な人影みたいなの出てきたけど、あれは、あれもこれから普通に歩き回りよ。でも、凶悪な感じなんよね。破壊していくんかな、街を。今、超平和そうやけど。